箱館山スキー場は、滋賀県高島市松町日置前にあるスキー場である。2020年より愛称として、琵琶湖箱館山が使用されている。運営は、マックアースより会社分割した株式会社箱館山が行っている。ゲレンデワの箱館山の山上にあり、山独の駐車場やバス停からゴンドラで入場する。初級車コースとされている2コースと、 中級者コースとされている5コース、合わせて7コースがあり、最大車度は39度である。この他に、歩くスキースノーシューコースと、全日本スキー連盟公認箱立山、クロスカントリーコースがあり、2005年から2006年シーズンから、キッズパークが設置された。箱立山スキー場は、1935年2月に、旧高島郡川上村において、 スキー場が発見されたことがルーツとされる。1962年、西武グループの大海鉄道が主体となり箱立山スキー場を開業。大海鉄道は箱立山にリフトと46人乗りのロープウェイを設置した。1993年には人工降雪期、1999年にはロープウェイを廃止し8人乗りのゴンドラに置き換えた。 古才線開業前には、今津町がスキー客の増加を見込み、1968年に日本国有鉄道と日本鉄道建設公団に函館山駅の開設を要望したが、計画に盛り込まれることはなかった。スキー場来場者の減少に伴い、大見鉄道の運営は2006年度に終了し、2007年度にジ J マウンテンズグループへ譲渡。2010年度に 高島市牧野町の国境高原スノーパークで運営していたマックアースが引き継ぐことになった。なお、2020年にマックアースは会社分割を行い、運営会社の株式会社箱館山を設立している。ゴンドラムスリムの観光客が増加していることから、山頂付近に祈りを捧げることができる礼拝室が設置された。また、レストランではハラールに対応した料理が提供される。 琵琶湖函館山ユリ園、スキー・ゲレンデを利用して、面積約5400平方メートルのユリ園を造成し、スキーのオフシーズンに、琵琶湖函館山ユリ園を開園している。2009年7月に開園した。夏と秋には、函館山、コキア・パークを開園している。2020年に、函館山ユリ園をリニューアル。ペチュニアやコキアを中心にした花畑都市。 琵琶湖函館山の名称をリニューアル開園日の同年7月18日より使用している。なお、花畑への入場は有料となっている。2018年には標高630メートル地点に展望でき、琵琶湖の見える丘をオープン。同時に、陶器営業する食堂を改修したパフェ専門店、ランプも営業を開始した。琵琶湖を一望できる景色と、 ランプのランプ型パフェがインスタグラムでも話題になり、来場者数は2018年7月8月の2、5月間で前年同期より約1万3千人増となった。ありがとうございます。